先はどうしよう。いざ出発。ここって病院かな。ユキはずっと病室暮らしだった。だから思い出もそうなってるんだと思う。これが金城さんの思い出の景色なんですね。なんだか寂しいね。うん、無機質で何もない。進もう。何か手がかりがあるはず。するなら容赦しないよ。よし、私の番。さあ、どう動こう。くらえ！吹き飛んで！頼れる私に。どっからでもかかってきなさい。さあ、どういうこと。当たり！そんな！あまり無理しないでよ。よし、ほら、使うよ。頑張って。よし、私の番。当たり！そこ！
私の番。やっやっ、行け。まこんなもんでしょしないよ。さあどう動こう。デイ撃ち抜く。はっ。さあどう動く。はっ。当たって。はっ。まこんなもんでしょ。お疲れ様、ゆうきちゃん。うん、この調子なら近いうちに退院できそうね。でもどうせまたすぐに戻ってくるよ。そんなことないわ、大丈夫よ、きっと。嘘ばっかり。え、なんでもない。私頑張るね。うん。ぎ、何これ。看護師さん、看護師さんってどんな学生だったの？私？普通の学生だと思うけど。楽しかった？そうね、今思い返すと楽しい思い出ばっかりね。学生の頃は大変だってずっと思ってたけど。この先もずっとそういうのないまま過ごすのかな。そんなことないわ。いつかきっと学校にも通えるようになる。いつか、ね、しないよ。は、当たって。どう動こう。やっ、大丈夫？ちょっと休憩する。まさか逃げるなんて。こんなもんでしょ。これでもっと役に立てます。
邪魔するなら容赦しないよ。当たってデイ。ほら頑張って撃ち抜く。行ってやる。デイ、やめて。いつでも撃てるよ。当たって。あまり無理しないでよ。見せてあげる。デイ、当たって。サポートします。ほら頑張って。装填よし。撃ち抜く。大丈夫ですか。急いで回復を。楽勝だったのです。私また一歩強くなれたので。絶好調ね。最高の気分。私は逆だと思うんだね。そうなんですか。きっとああしているのは自分のためだ。嘘をついて自分を騙して笑顔を見せていないとありのままの自分に潰される。なかなか難しい子だよ、ユキちゃん。何これ。ゆきちゃんいないね。やっぱり
もっと深いところにいるのかな。実はもう学校に戻ってたりしないかな。そしたら待機組が連絡してくれるはず。それもそっか。大丈夫、絶対見つかるよ。星崎さん、ありがとう。別の病院ですか。この声、勇気だよね。勇気の記憶。すまないね。ここの設備だとこれ以上の診察はできないんだ。そうですよね。お世話になりました先生。この地域も灰がひどくなってきた。なるべく灰の降らない地域がいいだろうね。海の見える町の近くに私の知り合いの病院がある。そこの紹介状を書こう。海の見える町。これが宮内さんの住む町に来たきっかけだったね。ユキは引っ越してきただけだって嘘をついてた。本当は治療のために私の住む町にやってきた。でも肺病の治療法は確立されていなくて。ユキちゃん、学校だとあんなに元気そうだったのに。ユキ。ここ、レナちゃんの時に見た場所だね。宮内さんと金城さんが出会った場所。うん、私が何をするでもなく海を見てた時、あの子は突然現れた。邪険に扱ってもずっと笑ってて、変なやつだと思った。レナさんから見たユキちゃんってどんな子だったの？そうだな、世渡りが上手そうって思った。ああ、確かに。私とは正反対で、ユキは周りに合わせるのがうまい子だった。聞き上手だし、よく笑うし、きっと誰にでも好かれるタイプなんだろうなって。私もそんなユキにホイホイ釣られちゃったってわけ。まんざらでもないくせに。うるさい。本当に自分が病気だってこと気配すら感じさせないんだから。いつも笑って元気にはしゃいで、嘘ばっかりだよユキ。
敵地はあった。ここにしよう。えい、華麗に倒してあげる。行きましょう。じゃあ撃ち抜く。頼れる私に。私に任せといて。そうだな。私が外の世界に足を踏み出して初めて出会ったのが彼女だった。宮内玲奈、私の2個上の先輩。背が高くて足が長くて何不自由なさそうなのに、いつもため息ばかりの女の子。初めに心の奥底から湧き上がってきた。いるのに楽しそうじゃないんだ。そんなにつまらなさそうに過ごすなら、私の体と交換してよ。ずっとそう思いながら、私は彼女の隣でヘラヘラと笑ってた。私は嘘つきだから。縛っていた感情は苛立ちだった。彼女は私にないものをたくさん持っている。それなのに全然楽しそうじゃなかったから。でもある日から
私の心が変わっていった。ユウキって何考えてるか全然わかんないんだよね。自分の体温が下がっていくような気がした。心の一番弱いところを撫でるような言葉だった。あんた本心は絶対に明かさないじゃん。私とは正反対で、だから私は本当の勇気が知りたいの。心地いいのかくすぐったいのか痛いのか苦しいのかすらわからない不思議な感覚で、私自身にもわからない私の心をレナなら解き明かしてくれる気がした。何かに使えそう。
ここデイ吹き飛んでチャンス一気に畳みかけるよ。ほっ特別をここに行け。さあどう動こう。生まれつき病弱だったからなのか、私は肺の影響も受けやすかったらしい。だから肺病と診断された時もそんなに驚きはなかった。今さらどんな病気になったって人生は変わらない。昔の私ならそうやって諦めてた。でも私はルナと出会って変わってしまった。専門の治療を受けるために大きな施設に移らなければならないと言われて、私は焦った。このままルナを置いて去ればどう思うだろう。悲しんでくれるかな。もしかしたら泣いてくれるかもしれない。嘘をつくことにした。私なんかのせいでレナを傷つけたくない。だからきっとこれが最善の方法なんだ。今までだってそうやって生きてきた。私はこの生き方しか知らない。まで来たけど見つからずか。勇気の記憶は見られるのにね。私いつもあの子を追いかけてるな。あの時もそうだった。突然いなくなった勇気を追いかけて探し回った。レナさん。でも
勇気には会えなくて。それで。ねえ看護師さん、私が次の施設に行く前に一つお願い聞いてくれる？もちろん、何でも言って。この病院にレナが来るかもしれない。いつも言ってたあの子？うん。もしレナがここに来たら伝えてほしいんだ。私のことは忘れて、レナのことを好きになってくれる人はきっといるって。ユウキちゃん、本当にそれでいいの？いいんだよ、これが一番幸せになれる方法なんだから。時みたいに世界が不安定になってる気配はないけど、どういうこと？勇気。あ、青、宮内さん、どうする？来ないでって言われちゃったけど。来るなと言われて、はいそうですかって引き返せるわけない。うん、でもまた歌さんの時みたいなことになるかもしれない。それだけは避けないといけない。警戒して進もう。あれ、ここ宮内さんの心トープで見た展望台の場所ですよね？うん。あれ、なんでここに？この音は。ここにいるとどんどん記憶が流れ込んでくるんだよ。ユキ、そりゃそうだよ。ここは心トープなんだから。そうだね。でも私の記憶は、思い出したくなかった。こんなことならずっと忘れたままがよかったのに。何が言いたいの？はっきり言ってくれないと分かんないよ。ねえみんな、みんなは本当に私の肺病が治ったと思う？何を言ってるの？レナ、あなたは本当に自分が肺病を治す方法を見つけたって思ってる？そんな都合のいい奇跡、本当に起きたと思う？私、嘘つきなんだ。私はこの世界に来る前、すでに死んでるんだ。そんな、ユキちゃんが死んでる？待ってよ、そんな、なんで？おかしいよこんなの。嘘だよね、ユキちゃんが。
してはタチが悪すぎるよ。じゃあ本当に金城さんは亡くなって。まさか私たちも思い出せていないだけで全員死んでるなんて。そんなわけない、そんなわけないって思いたいのに。くそ、全部勇気のせいだ。こんな気持ちになるのも全部全部レナさん。それでも向き合うって決めたんだ。私の好きをなめるな。準備はいい？撃ち抜く！そこ！よし、私の番！デイ！やっ！チャンス！一気に畳みかけるよ！行け！撃ち抜く！どう動こう？やっ！よし、私の番。デイ、撃ち抜く。行け。楽勝だったのです。何これ、取っておこう、取っておこう。いつでも行ける。そこ！
します。よし、私も攻めて、はい、楽勝だったのです。これでもっと役に立てます。よし、戦闘開始。ダメ、当たって、はっ、これを使うよ。いつでもいける。何これ、華麗に倒してあげる。
もういい加減にして。勇気出てきて。全部教えて。もう嘘はなしだよ。私の肺病は治らなかった。私は施設に移されて間もなく死んだ。でも突然目が覚めた。死んだはずの私は真っ暗な空間で目覚めた。そこには何かがいた。あれは神様だった。そこにあったのか具体的には言い表せない。でも確かに神がいると思った。そして神は私の魂の形を変えた。魂の形を変えた。私の存在は作り変えられた。そして私は世界システムの一部になった。だからどれだけ逃げても隠れても無駄なんだよ。私がいる限りこの世界の場所は筒抜けなんだから。嘘。勇気が世界システムの一部。金城さんは敵だってことですか。でもそんな素振りは一度も。そりゃそうだよ。だって私自身忘れてたからね。でも忘れてた間もシステムの一部であることは変わらない。私はみんなと一緒に過ごしながらここだよって場所を伝えてたんだよ。知らないうちにね。なんで世界システムはそんなことしたんですか。さあ、私は神の考えることなんてわかんない。でもきっとみんなが目障りだったんでしょ。世界システムはこの世界を初期化した。全てを無に返すその予定だった。でもそれは 99% のところで止まった。雫世界が生まれたから。だから目を送り込んだ。確実にこの世界を破壊するために。目？そうか。だから消滅機構は正確に私たちを狙って。その目的を遂行するため世界システムから送り込まれた消滅機構。それこそがあの敵の正体だ。ふざけるな。なんだよそれ。せっかくこの世界で会えたのに。なんでそんなことになってるんだよ。答えてよ勇気。これまで一緒にやってきたことも楽しかった思い出も全部嘘だったってこと。逃げるなよ。
つを倒さないと。もう我慢ならない。一発引っ叩いてやる。ユキ、出てきて。もう逃げる場所はないよ。どうするの？私のこと殺す？そうすれば消滅機構も襲ってこなくなるかもね。まあ多分そんな甘くないんだろうけど。ねえ、悲しいと思わない？私、死んじゃったんだよ。私、悔しいよ。なんで私が死ななくちゃいけないんだよ。なんで私ばっかりこんな辛い思いし、私だってみんなみたいに、いっぱい友達。でも私はその思いを抱えたまま死んだ。そう思った。そんな私にようやくチャンスが巡ってきた。みんなを危険にさらそうが知ったこっちゃない。もともと私は死んでるんだ。だから私は私のために生きる。なんか言ったら、よくもまあそんなに悪人ぶって。本当にあんたは呆れるくらい口が回るね。私言ったよね、嘘はなしだって。全部教えてってそう言ったよね。これが私
私の本心だよ。そんなわけないでしょ。そうやって嘘ばっかりついて、なんで全部ごまかそうとするんだよ。私は肺病のことを隠してまで私のことを考えてくれたのは勇気じゃん。私は知ってるんだよ、勇気が人に優しいこと、その優しさは絶対に嘘なんかじゃないってことも。私は本当の勇気が知りたいんだよ。なんで？もういいじゃん、私のことなんてほっといてよ。見捨ててよ、しつこいんだよ。私はもう死人なんだから。そうすればみんなだって助かるかもしれないのに。ねえ勇気、私ちょっとしたことに気づいたんだ。勇気はここに来たことないよね。は、何言ってんの。ココロトープは思い出の中の大切な景色を元に作られた世界だよね。でもね、これまでの思い出が正しければ、勇気は生前展望台には来てない。そうだ、私は結局勇気と星を見る約束を果たせなくて。なのにこのココロトープには展望台がある。それってさ、今ここにいる勇気がレナさんのココロトープで見た景色を忘れられなかったからなんじゃないの。いつか一緒に見ようねって約束した星空が心に残ったからこの世界が生まれたんじゃないの。だからね勇気、隠しても分かっちゃうんだ。勇気は今も昔も変わらずずっとレナさんのことを思ってるんだよ。システムの一部だろうが何だろうが関係ない。勇気は勇気だ。私の大切な愛する人、金城勇気なんだ。理由なんてそれしかないんだよ。違うんだよ、私はみんなが思うほどいいやつじゃない。私が生きててもみんなに迷惑かけるだけなのに。ユキ、悪者だっていい、世界システムの一部だからってこれまでの思い出がなくなるわけじゃない。消滅機構が来るなら全員で倒してやる。ユキを見捨てるなんて絶対にしない。みんなもそうでしょ。当然だよ。みんな、ごめん。私、ふと記憶が蘇ってきて、こんなのどうすればいいかわからなくて。一緒にいられないんだって思ったら、突然視界が真っ暗になって、そしたらこんなことになってて。でも一人で死ぬ勇気なんてなくて、だからみんなの敵になるしかないと思って、そうすれば殺してくれるって思ったのに、
も嫌だよ。ずっとこのままみんなとレナと一緒にいたいよ。助けてレナ。やっと言ってくれた。レナ。勇気は一見おっちょこちょいで何事にも楽観的で適当に見えて、でも実は誰よりも周りのことを見てて、それを全部抱え込んで嘘でごまかそうとする。私やっと勇気のこと分かったよ。本当の気持ち教えてくれてありがとう。大丈夫、全部任せて。私が、みんなが、今度こそ絶対に勇気を助ける。うん、勇気を救ってついでに世界も救っちゃいますか。私たちにできないことなんてない、そうでしょ。あの時からずっと変わらない。嘘つきだけど誰よりも優しい。あなたが好き。一度死んでいて、世界システムによって魂を作り変えられて、システムの一部として蘇った。そして今もシステムの差し金によってこの世界にいる。勇気は目の役割を果たしていて、キララたちは常に居場所を知られている。だったのか、気づかなかった。なるほど、レナへの思い、つながりを逆に利用されたということか。勇気を見捨てない、みんなのその判断は尊重したい。ただそれを突き通すには相応のリスクが伴う。勇気がいる限り、あいつらは必ずまた襲ってくる。うん、しっかり考えていく必要があると思う。一つ考えているのは、勇気の存在が私たちの生存を保証してくれてるんじゃないかってこと。どういう意味？ここにいる全員が死んでるんだとしたら、勇気を送り込む必要なんかない。だから勇気がいるってことは、私たちは生きてるってことなんじゃないかなって。
そうだね。そこは間違いないと思う。それが分かっただけでも心強いよ。戻ってきてくれてありがとう、ユウキ。はい。すごく難しい状況ですけど、こうしてまた会って話せて本当に良かったです。みんなありがとう。私たちは考え方が甘かったんだ。クラックの時の襲撃といい、勇気のことといい、世界システムは本気で私たちを消しに来てる。ユズさんとライムさんが頑張ってくれたおかげでどうにか今まで生き残ってるけど、あんまり悠長に構えてもいられないね。そうだね。私がいる限り敵はいつまでも襲ってくる。事情を理解した上で一緒にいる選択をしたんだ。気にしすぎちゃダメだよ、ユキ。うん。もしユキがここにいることで敵が襲ってくるなら全部倒せばいい。これはピンチじゃない。ユキも一緒に助かるチャンスなんだから。青、私たち VS 神、これは全面対決だよ。神を倒して平和な世界を取り戻す。そうでしょ、みんな。ということで、とりあえず今日は休もう。いろいろあって疲れた。そうだね。休むのも大事なことだよ。ほんと、今日が人生で一番疲れたかもしれない。